レシーブ一体アタック2です。でアタックの方は上げられた方の反面だけを狙って攻撃をしていきます。スマッシュプッシュで決めに行きます。でアタックの方が10点決めたら交代です。今は左側に上げたので左側の反面だけを狙っていきます。でレシーブ側が左右をどんどん振っていて向こう側に上げたので右側を次を狙っていきます。でレシーブ側のショットが甘くなった時は後衛が前に出ながら詰めて打って前後が変わります。これがローテーションの練習です。